金ちゃん、押したらあかんて、押したらあかんて。かー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 、あ、もう金ちゃん、赤いところ押したら鳥にならなあかんから、あかんって言ってるやんか。ここ押したら誰や、誰や、こんなところにちょびひげ貼ったん。黒に黒って分かりにくいやないかい。なあ、まあいいけど。はい、ということで、みんなもう集まってくれたらありがとう。じゃあ、今日の授業を始めたいと思います。スタンダップ、はい、おかっち独演会始めます。お願いします。はい、座っていいよ、座っていいよ。今日も集まってくれてありがとう。突然だけど皆さん、みんなはゴミ箱ですか？いやー、ごめんごめん、みんなのことゴミって言ってるんじゃね。押した、押したあかん、押したあかん、押したあかん、ダメダメダメ。いいですか、みんなはゴミ箱ですか？違うよね、違うよね、みんなはゴミ箱じゃないよね。ゴミ箱嫌だよね、なんか臭いし、ゴミ箱にはね、ゴミがたくさん集まってくるの。で、例えば何やろ、ティッシュでふーってね、鼻水ついてパッて捨てたりとか、お菓子食べたら食べさしを捨てたりね、あと卵とかも捨てたりするやん。その卵がね、パカンパカンパカンって殻が割れて、卵の中からニョキって言ってカニさんが出てくるの。チョッキチョッキチョッキってカニさんが出てきて、カニさんが出てきて、このゴミ箱の袋をね、全部切っちゃって、大変や。中に入ってるゴミがバーンってね、ポップコーンみたいに出ていくの。出ていってるゴミ、ゴミね、ゴミ、ゴミが、あ、ゴミ、手と足が生えてね、街を歩いて、この世の中でゴミ王国になっちゃう。それ嫌だろ。だからだからだから、みんなはゴミ箱にはなりたくない。その気持ちは分かってます。おかっちも嫌だ。でもね、たまにな、みんなはゴミ箱になってる時があるね。分かる？どういうことか、いいですか。自分で自分のことをゴミ箱ですって紙をね、貼ってることがあんねん。どうせ俺失敗するしな、いつもあかんねん、やっても無駄やわ、自分のことなんて大嫌いやわ、大好きなサボちゃんに告白してもどうせ振られるやろな、振られたら心が傷つくんやろね、傷ついたら傷ついたらなめくじみたいにしょぼーって小さくなってしまって、どんどん小さくなってしまって、もしかしたらポーンって消えちゃうかもしれない。悲しいよ、悲しいよ、嫌だよ、ウェーンウェーンって言ってたらさ、そらから神様がボーってポーンって神様が降りてきて、どうしたんだおかっち、消えてしまいそうだけどどうしたんだい。いや、僕ね、自分のことを嫌いで悲しくて、サワちゃんに振られるのもなんか悲しいんだ、嫌なんだって言ってたら、神様がね、じゃあチョコレート食べなって言ってね、チョコレートは食べる、チョコレートは食べる、大好きだけど、チョコレート大好きだけど、でもね、ゴミ箱にはなりたくないやつだろ。そういうことが言いたいね。だってね、ゴミ箱になってしまったら、ゴミ箱にはゴミがたくさん集まってくる。みんなのことをゴミ、みんながね、ゴミ扱いされるんだよ。例えば、お前なんかあっち行け、一緒に遊びたくないわ、お前がいるから試合に負けたんや、このチームにお前なんかいらんわ、そんなん言われたら悲しいな、嫌や。でもどうしよう、どこ行ったらいいんだろう。じゃあボタンね、ポチって押して空飛ぶんかい。飛ぶの嫌やし、あっち行こうかな、いやあっちもダメ、こっち行こうかな、こっちダメ、どうしようって考えて考えて考えて、あ、スコップがあったらね、スコップをニョキって出してみて、ニョキって出してみて、土をね、スコップで掘るやん、掘って掘って掘ってね、土の中に入るね、土の中に入ったら、あのミミズさんとかいたりね、あのカブトムシの幼虫さんとかいたりね、ムカデさんとかいたりね、もっともっと掘ってたら、モグラが出てくるの。あ、モグラさんこんにちはとか言ったりしてね、でもね、潜ってたらな、息が苦しくなってくる、やばい、このままではやばいって思ってしまって、だからそれ思ってしまったら、家を作ろうってなって、結構いっぱい掘る、いっぱい掘る、いっぱい掘る、いっぱい掘って、いっぱい掘って、そこでね、はぁ、休む、休憩する、でもこれで俺の人生はおしまいなのかな、悲しいなって思ってたらね、土の中からニョキニョキニョキにポーンって、ね、神様が出てくる。
したのおかっち。なんかね、みんなであっち、あっち行けるようで悲しくてね、息も苦しくなってきたしね、もう僕ご臨終かなって思ってるんです。お前そんなこと言うな。とりあえずこのチョコレートを食べとけって、ね、チョコレートをもらってむしゃむしゃ。美味しいよ、チョコは美味しいけど、ゴミ箱にはなりたくない。もっともっと大事にされたい。そうだろ。どうしたらいいね。簡単や。このゴミ箱って書いてる紙をね、剥がすんや。みんなはゴミ箱じゃない。自分が自分のことを大事にしたら、周りの人もみんなのことを大事にしてくれるから。わかった。今日は以上です。そんな感じです。じゃあまた来週会おうね。ポチバイバーイ。